はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はねワイマネーガシャ回していきたいと思います。貯めましたよワイマネー、4万ワイマネー。もう大変だったけどね、これでまあ10回ほどワイマネーでガシャ回せるかと思います。さあ狙っていきます。エンマ大王とヌラリヒョン、こちらの2体狙っていきます。さあどうだ。おトドロキシシ、これは嬉しいね。トドロキはねまだ技のレベルが低いので、これで少し技のレベルが上がるかと思います。さあどんどんいきます。来てくれエンマ大王、どうだ。おっと冬にゃんか、これもまあ嬉しいよね。結構ねランキングとか見てるとね、エンマ大王結構みんな持ってるんだよね。意外と出るんじゃないかと僕は思ってます。1月の3日までは出現率が3倍ということで、まあこの間にねなんとかワイマネーガシャを回してエマ大王ヌラリヒョンゲットしたいと思います。さあどんどん行きましょう。なかなか出ませんね。さあどうだ、赤いウィスパー。おっとジバニャン A、これも嬉しいね。ジバニャンは好きなので、確かジバニャン A は合成させてジバニャン S になるんじゃないかと思います。それもねあとやってみたいと思います。さあワイマネーガシャいきます。出ませんね赤いウィスパー。さあどうだ、ロボニャン F 型、これもまあ嬉しいっていや嬉しいけど S ランク妖怪出ませんね。意外と渋いです。さあ行きましょう、赤いウィスパー、どうだ。終わるにゃん B ランク、ちょっと厳しいね。エンマ大王欲しいよね。全消しだったっけ必殺技がね、あれは強力だよね。さあ回します、赤いウィスパー、赤いウィスパー多いな。さあ冬には B ランク、これもまあ嬉しいっていや嬉しいけど微妙ですね。なかなか S ランク、特にエンマ大王ヌラルヒョンは出ませんね。3倍といえども確率結構渋いのでしょうか。お、セイオカンです。結構でもコメント欄とかにはエンマ大王出たよとか結構あるんだけど、どうなんでしょう、みんなどれぐらい回して出しているのか分かりませんね。さあ行きましょう、青いウィスパーどうだ。ちょっと青は期待しちゃいますね。おっと風通ですね、 C ランク、微妙です。まあイベント期間は活躍してくれるのでいいでしょう。さあ行きます、だんだんワイマネーがなくなってきた、そろそろ来てほしい。さあまた冬には B ランク、冬には多いね。さあ行きます、まずいなこれ、出ないかな。お来たね、今ゴールドのウィスパー、おーダークニャン、まあ嬉しいって言えば嬉しいけど、エンマ大王かヌラリヒョンダメですね。しょうがないので、まあ続けてコインガシャ回していきたいと思います。5つ星コイン、今回エンマ大王とヌラリヒョンはちょっと出ませんでしたけど、まだ諦めてはいません。イベント期間まだありますから、なんとかね狙っていきたいと思います。まあプニプニ楽しんでやっていきたいと思います。まあガシャはね、まあ S ランク妖怪とか出なくてもなんか回すのって楽しいからいいよね。何が出ますかね、ついつい回しすぎてしまいますよね。なかなかでもワイマネーがねたまらないので厳しいですね。さあ色コインも回していきましょう。意外とね色コインからレア妖怪出たりするんでね、油断ならんですよね。さあどうだ、 C ランク、なかなか。さあラスト1枚、水色コイン、さあどうだ、青いウィスパー、楽しい
お、長花が出ました。長花は結構持ってますね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。